皆さんこんにちは、岡田克也です。今新しい閣僚が決まって、まあ、これからそれ以外の人事、その中には党務関係の人事も含めて行っていかなければならない、まあ、そういう段階です。まあ、私は今回のこの一連の人事、まあ、非常にいい人事だというふうに思いますが、一つ残念なことは、私の長年の友人であり、そして共に民主党の中でやってきた八郎国対委員長が交代ということになったことです。まあ、いろんなことが言われますが、私は八郎国対委員長は本当によくやっていただいたというふうに思っています。まあ、一昔前と違って、国対の難しさというものは一段と高まっています。まあ、そもそも民主党で国対委員長を2期続けてやる人はまれで、最も民主党において難しいポストが国対委員長であるというふうに言われてきました。それに加えて与党になって、そして自民党が野党になって、よりその国対委員長の仕事が難しくなってきているということだと思います。民主党の中での意見の集約の難しさというものもないわけではありません。衆参の連携も課題です。しかしそれ以上に、やはり野党になった自民党あるいは公明党、まあ、そういった党との交渉というものが非常に難しくなってきているということです。かつてのように必ずしも党内一本にまとまっているわけではなくて、例えば予算委員会の運営に関しても予算委員会の責任者や、あるいは国対委員長や、あるいは幹事長ということで、意見が違ったりするということがしょっちゅう起こりました。そして衆参の自民党の中でも必ずしもそれが一つではないという中で、大変八郎国対委員長はご苦労されて、そういう中で頑張ってこられたというふうに思います。今回国対委員長が変わるということは大変残念なことだというふうに思っています。いずれにしても、彼とは非常にお互い信頼関係のある、そして平成2年、初当選、もちろんスタートは違う党、自民党と、そして社会党ということでしたけれども、もう長年一緒にやってきて、私が代表の時にも八郎さんは幹事長代理として藤井幹事長の下で支えていただいたりしたわけで、長年の友人であります。これからもしっかりと民主党のために頑張っていただきたいと、そういうふうに思っています。